肩の幸夫は、三河国宝半軍政法村出身の国学者、新職。旧姓は山本。通称として、日立や栄木などがある。平田厚亀門下の工学者であり、なおかつ新職だった。明治政府の神仏分離令によって生じた、廃物希釈運動の推進者であり、新職の地位向上に貢献した。近代的図書館活動の先駆者でもあり、 自らの蔵書をもとに設立した羽田八幡宮文庫を一般市民に広く公開した。羽田八幡宮の廃殿完成10年2月14日、三河国法藩軍政法村の上層農家の4、男として生まれた。父親は山本氷三郎重吉、陽名は平作重を。父親は読書好きであり、幼少期から父親が読む軍記物を聞いて育った。 8歳から12歳までは、林村の医師について、手習いを行った。二人の兄も、父親や幸男と同じように読書家だった。8歳から12歳までは、近隣の馬村の医師、南条春林の手習いに通った。内気な性格だったため友人は少なく、父や兄を師として、大学、論語、投資戦などを学んでいる。父親や南条が好んだ徘徊に親しみ、 越前国王の藩主、土井都地の門に入って、レン・ハロー、文英を名乗っている。21歳だった、文政元年には、厚見郡羽田村の官主である、旗の数佐義道の養子となった。9月23日には、義道の娘で15歳の三代との婚儀を行い、旗の屋第七代となって、養父の後を継いだ。羽田新明宮と、別宮、羽田八万宮の藩主となり、なお、 日立幸男と改めた吉道は50歳の時に西宿の秋場所から旗の家に入った人物である。広大な神殿を有する資産家だった吉道は羽田八万宮の本殿、拝殿、神主屋敷などを一新し、新域は一変したとされている。高齢だった吉道は当初から養子を迎えることを検討しており、文化10年には、 とうとうみこくとよ田郡半はばから養子を迎えているが、4年ほどして、不縁となっていた。市の平田厚種文政8年には、実刑の進めによって、国学者である、元とお太平の門人となっている。元とのりなの死後、三河の門人は、太平門へ向かった者が57名だったのに対し、元と春庭の門へ向かったのは2名に過ぎず、 太平門は和歌に関心を寄せる門人が多かった。文政十年には、鈴木重野と共に、三河出身者として初めて、江戸の平田厚種の門人となり、三河地方で厚種の思想の普及に努めた。なお、鈴野家系統から平田門へ入ったのは、三河では鈴木と畑野の二人だけである。三河地方からは、都市家神社の官主である、草門信照と信孝の親子。 ホイ軍やアワタグルのテラブノブ八名軍鴨神社の竹尾茂げなど40人もの人物が、ハタノの推薦で平田門に入っている。ハタノはさらに、東都海国西部からも多数門人を木武記者に紹介している。平田学派の一員となったことで、友野信とも、大に高政、鈴木茂種などと知り合った。天保三年には、厚種の 公認歴運気校の序文を書いている。天保四年には、旗野家の家督を相続。天保年間には、職衛志向、三河国官社志向、和名称三河国軍合合三河国古家古跡校などを表した。困窮にて、書籍昇級工事創生難校者にも広く被験ため、思想老で、自然と完全懲悪の筋をも、愛、弁て全道に、創信行様。 文庫設立の目的、畑野幸雄羽田八万宮文庫への書籍奉納を呼びかけるビラカエ元年には、福谷幸や佐野蓬浦と協力して、自らの蔵書をもとにして、羽田八万宮文庫を設立。畑野を中心とする16人の世話人が、計180両の資金を供出して、畑野が勘主を務める羽田八万宮に6坪の書庫を設置した。 世話人が持ち寄った書籍だけでは、蔵書が不十分だったため、有志の寄付を期待するビラを作成。これに、吉田藩主の松平新井西が交応し、開憂5年には、4書大前や、校長史略など書籍37巻の寄付を受けている。他、文庫の永続料として、毎年米10票を送られた。後には閲覧室や講義室を併設しており、 学問を志すものに広く公開したのが、羽田八万宮文庫の特徴である。蔵書の閲覧や貸し出しを一般大衆にも認めていた、文庫は他に例がないという。羽田八万宮文庫は、水戸徳川家からも蔵書の寄贈を受けた。基金の心得、畑野が関西を旅行した、永六年には、大阪、道頓堀の秋田屋で書籍を購入しており、翌年には、 自らの蔵書600部を羽田八万宮文庫に寄贈した。同年12月23日の安政東海地震の折には吉田町の東海家屋182件に餅や味噌を配給する事前活動を行っている。万円元年に米価が高騰した折には文庫米を提供した上に基金の心得を観行して無償配布した。また旗野は 人々の神社への関心を高めることを目的として、三河国の式内社26座の案内席中を混流している。安政3年には八名軍信号村に石巻神社の同票を建て、その後には、厚見軍のアシリング神社、設楽軍の石座神社、ホイ軍の戸地川神社、同じくホイ軍の水戸神社の同票を建てている。大に高政、三河な義き吉敷、 鈴木茂種、ね、平田厚種などに大事を依頼しており、この同票は今日も道端に残っている。安政三年には羽田八万宮文庫脇に松員学者を建設。この寺小屋は文庫の閲覧書としても機能し、文庫の図書館としての機能が整備されていった。この頃の蔵書数は約1000巻だったが、文久二年には8123巻となり、 慶応三年には1万巻を超えた。羽田八万宮文庫は、神道や工学に関するものが多いが、農学、医学、天文学、語学、異国情報など分野は多岐にわたる。東海道を行き来する文人や国学者の中には、大に高正、鈴木茂兼、藤森公安など、羽田八万宮文庫に立ち寄って講義を行う者もいた。 羽田文庫を有するとよはし中央図書館、慶応4年に明治維新政府が成立した際には、京都御所の主営に召されている。1868年には、京都の工学所の御用係に命じられた。国学を教授するために設けられた工学所の十数人の中に、三河から旗の草門信孝、竹尾正種の三人が選ばれているのは、この地方における、 平田派の水準が高かったことを物語っている。しかし、旗野自身は、翌年には老体を理由に、豊橋に帰郷し、1869年には、保育国府村の修道館の学頭となって、工学を、1870年には、豊橋藩工学校の教授となって、やはり工学を教えた。1871年には、新館の世襲廃止令が出され、 はの家は断絶となった。はの家の敷地内に建てられていた羽田八万宮文庫は、この際にはの家の所有物となっている。1873年には、教部省より、現代講義に補せられた。その研究は高く評価されており、明治政府ははのに対して、三河国新名長志向、三河国歴代古跡校、和名省三河国軍合校、 総国フェド機構の提出を求めた。幸雄の没後には、蔵書の多くが売却されたが、その大部分は後に買い戻された。やがて、豊橋市図書館の所蔵物となって、豊橋市中央図書館に、羽田文庫が開設された。羽田八万宮文庫創立150周年にあたる1998年には、羽田八万宮が、羽田八万宮文庫市の土地を買い戻している。 蔵書の一部は、西尾市の西尾市岩瀬文庫にも所蔵されており、約1万冊が豊橋市中央図書館に、約1000冊が岩瀬文庫に所蔵されている。2000年12月4日には、羽田八万宮社無所離れ、羽田八万宮像、羽田八万宮門の3施設がそれぞれ国の登録有形文化財に登録された。2003年から10年計画で、 羽田文庫の中の和装本の整備事業が実施された。2007年11月3日には、ホイ軍水戸町政法に、旗の雪を生誕碑が設置された。2020年には、急増書や掛け軸、書箱、書館など9200点が、羽田八万宮文庫急増資料として、豊橋市有形文化財に一括指定された。羽田八万社所美との間には、 次男7女を設けているが、長男、高志茂は養子し、次男、茂雄も子を持たないまま畑野より先に亡くなっている。女子は6人が成人し、6女、八重の夫である、武田純平は、伊藤原木の門人で、後に愛知県議会所代議長を務めたものの、1882年に、四角に襲われて殺害された。出典、幕末三河国館主記録。 ありがとうございます。